今朝はですね、本気の関わりの爆発、その気づきについてメッセージをしたいと思います。先ほどまでですね、同志の山根さん、まあ、私は武田信玄みたいに山根采配みたいなことを言ってるんですが、本当同志がですね、私が初めて皆さんに育ててもらったこの読書会、日曜日朝の読書会の運営スタッフの指導者の指導者勉強会をされてるんですよ。朝6時から。いや、ほんと変態気余ってきたなと思うんですが、そんな方々が支えてくださる読書会を私はメッセンジャーさせてもらってます。もう本当にありがたいですね。でも、そういった会がなぜできたかって振り返るとですね、私がやらかしてからなんですよね。完璧だったら多分誰も関わってこなかったと思うんですよ。でも私は自分が未熟ながらも本気でこうしたいああしたいっていうことを伝えて、たくさんやらかしました。要は隙だらけだったんですね。不十分だらけだったんです。でもさらけ出しながらも、なんか血だらけになりながら前走ってるような感じですかね。それでやっぱこの血止めなきゃと思って、山根さんや高田さんはじめたくさんの同志がですね、この人の本気を応援したいと思って関わってくださって、その関わってくださった方々もメッセンジャーではあるんですけど、運営スタッフとして、さらに他の運営スタッフを育ててあって、でまたそこの育ててあった他の運営スタッフさんもメッセンジャーで自分の会を持ちながら運営スタッフもやって、どんどん育っていかれるんですね。で、実は私も倫理法人会では運営スタッフなんですね。そこでもいろいろ意見の違いとかいろいろあります。どこに焦点を当ててその会の運営をしていくのか、もうその意見の違い、志はですね、みんな社会が良くなるためにイコール自分の人生が良くなると思ってらっしゃるんで、利他と自己成長が同時進行の方々ばかりではあるんですよ。ただその頂点に、その目的に向かって生きる道筋がちょっと違うだけ、ゴール一緒なんですよ。ただ登ってる山が違うだけなんで、違いは違いであって間違いじゃない。運営スタッフをすると皆さんそのゴールに向かって、同じゴールに向かって走ってるんですけど、登る道が違うんですね。そこを合わせていくためにやっぱり勉強会って必要で、理念浸透ってやつですね。皆さん違ってていいんです。そこで意見を言い合って第三案が生まれていく、まあ、そんな勉強会を仲間が主催しているものに今朝は参加をさせていただきました。いや、本当に両方やって本当心から良かったなって思います。実は今日の午後も12時からですね、地元のロータリークラブで先輩の皆様に、地元の町の先輩の皆様にメッセージをする機会をいただきました。私がそこで出すメッセージは、まあ、今日このこういったメッセージを出すんです。そして明日の朝はですね、熊本市たくまの倫理法人会さんで、こうした運営とメッセンジャーと両方やってることによって得た学びを伝えます。指導者の指導者を作る、ここですね。自分がどこ目指してやってるかって、ちっちゃいエリアを見るんじゃなくて、もちろんちっちゃいエリア大事なんですけど、そこに出せるメッセージのこの迫力であったり信念の強さはですね、対局を見て、生きてるからこそ出るメッセージでもあるんですね。指導者の指導者を作る、農業業界だけでなく、まあ、あらゆる業界のリーダーに共通するのは、相手を思う心、その人のいいところを引き出す、そして掛け算にしていく。悪いところを指摘するばっかりでは自分もすさんでいきますし、相手も決して本気のスイッチなんか入りません。あなたのおかげでと、あなたには価値がある、そんなメッセージが出せて、人は自発的に動いていきます。それを何回も見てきました。私自身もそのメッセージに救われて今日があります。これからも承認のメッセージを出し続けて、自分の限界チャレンジ、汗だくになりながらも自分は前に進んでいく姿を見せて、たくさんの方々に勇気を与え、本気の関わり、その場数をどんどん増やしていって、指導者の指導者を増やしていきたい。そして自分の人生の価値ももっともっと引き上げて、たくさんの方々に影響を及ぼすリーダーになっていきたいなって改めて感じました。山根さん、本当今日は運営の勉強会本当ありがとうございました。もう本当になんかこう改めて素晴らしい仲間と勉強会やってるなっていうのを感じました。私もどんどん山根さんのような方に出会って、もっともっと第2第3の山根さんが生まれるきっかけを作り出していきたいなって思いました。以上です。本気の関わりでした。